スターウォーズシリーズスターウォーズ登場人物一覧、レアオーガナレアオーガナは、アメリカの SF 映画、スターウォーズシリーズに登場する架空の人物。劇中では、その家柄から、レイア姫と呼ばれることが多い。映画では、ルーク・スカイウォーカーを主人公とする三部作から、フォースの覚醒を通して、女優のキャリー・フィッシャーが演じる。ローグワン、スターウォーズストーリーでは、イングビルド・デイラが、 スカイウォーカーの夜明けの回想シーンでは、キャリー・フィッシャーの娘のビリー・ラードが演じ、いずれも CG 合成で若い頃のキャリーの顔が再現されている。銀河共和国が滅び、銀河帝国が誕生した日に生まれた、ルーク・スカイウォーカーの双子の妹で、元老院議員、パドメアミダラトジェダイのキシアナ・キン・スカイウォーカーの実の娘である。二人が生まれた日は、銀河の歴史が大きく動いた日だった。 クローン戦争で幾多の勝利をもたらし、共和国の英雄だったアナキンは、終戦間際、シスの暗黒卿、ダースベイダーとなり、パルパティーン最高議長と手を組んで、ジェダイ騎士団を、ほぼ全滅させた。そして、民主主義者の仮面を脱ぎ捨てたパルパティーンは新たに、誕生した銀河帝国の皇帝となって、宇宙を恐怖の二文字で支配した。 様々な出来事から、心身ともに衰弱していたパドメは、惑星ポリスマサで双子を出産した後、高い。双子の命はかなり危険にさらされていた。ベーダーはそれより数時間前に敗北していたが、皇帝はジェダイを根絶やしにするべく、生き残ったジェダイを血眼で捜索させており、帝国の中心部に安全な場所はないに等しかった。出生直後、ヨーダとオビワンケの帯は、皇帝や、 ダース・ベイダーの目につかないように、双子を別々の場所で育てることを決意。養子を持つことを望んでいた惑星オルデラン王室のベールプレスター・オーガナとその妻、ブレハ・オーガナのもとに、レイアを預けた。そのため、ダース・ベイダーは、当初、レイアが自分の娘であることを知らなかった。レイアも、もちろんルークやベイダーが自分の血縁であることをエンドアで、 ルークに告げられるまで知らなかった。レイアは、実母パドメと同じく、美しさと力強い性格を合わせ持った、聡明な女性だった。彼女は、美しい茶色の髪と瞳を持ち、オルデラン王室の伝統である白いガウンを身に、まとっていた。多くの訓練と献身を重ねてきたレイアは時折ごく、少数の反対者から罵声を浴びせられたが、彼女と面識のある人々の多くは、 レイヤを心の優しい思いやりのある女性だと考えていた。しかし、実際に感触持ちな一面もあり、完全に対立している帝国軍や当初は、ブライな態度が目立った、反ソロには理性的に接しようと、務めはしながらも、強気な物言いで反発してしまう場面もあった。18歳の時に、惑星オルデランの王女に選出され、また、 帝国元老院の最年少議員となった。王室の子として育てられたため、幼少より礼儀作法や伝統、多くの学問を習得。また、護身術の指導もされておりブラスターなどの武器の扱いにも長けている。帝国元老院では、訂正に対する批判や反体制的な言動をとっており、多くの官僚から目の敵とされた。その裏でも、養父と共に、 初期の頃より反乱活動に参加していた。実母のパドメアミナラ議員、岐阜のベールプレスター、オーガナ議員、モンモスマギーら有志が民主制維持のために結成したハンパルパティーン、秘密組織を密かに支援し、自身の王女としての外交権を行使して、それまで閉鎖的で貧弱だった個々の革命勢力と接触し、レジスタンスの輪を広げていった。そして、 各地の反帝国組織が惑星団トゥイーンに結集し、モンモスマによって、反乱同盟軍の結成と帝国への宣戦布告が正式に宣言される。これは、レイアにとっては、洋父だけではなく実母の活動を引き継いでいったことになる。その後反乱同盟軍は秘密基地を作り、惑星スカリフにある帝国軍のデータバンクを襲撃した反乱軍のスパイ部隊が、 デススターの設計図のダッシュに成功した。しかし、その伝送を受けた、判断軍側の機関、プロファンディティは、直後に、ダース・ベイダーの指揮するインペリアル級、スター・デストロイヤー、デバステーターの攻撃を受け、沈黙させられてしまう。レイヤーの部隊は、設計図を記録したディスクをベールに届けるため、プロファンディティに係留されていたオルデランの外交戦、タンティブ4で、 帝国軍に包囲された戦艦から決死の脱出を試みるが、それを察知したダースベイダーによる襲撃を受けた。あわや乗り込まれそうになる寸前で発信した。タンティブ4は、辺境の惑星、タトゥイーンに進路を取る。ベールと共に、クローオン大戦を戦った、ジェダイマスターオビワンケノービという巧妙な将軍が、隠遁している惑星であり、ベールも彼ならば、同盟軍を救うことができると信じ、 娘のレイアに、ケノービへの特使を依頼していたのである。しかし、ベーダーは、デバステーターで、なおもタンティブ4を追跡する。タンティブ4は、ハイパースペースを離脱した直後にデバステーターの攻撃を受け、メインドライブを破壊され沈黙した後、トラクタービームによって打破されてしまった。レイアは素早く考え、ダッシュしたデススターの設計図をアストロメクドロイドの、 R2D2 に転送すると c 3 p o と共に脱出ポットへ乗せ、ケノービーを捜索して設計図を渡すようにと命令した。ケノービーに自分の球場を説明するメッセージを記録し終えた後、彼女は帝国軍のストームトルーパーに見つかり、逃げようとしたが、スタンビームを食らって失神させられた。拘束された彼女はダースベーダーの元へ連行された。レイアは、 帝国軍の捕虜となって、数々の拷問を受けたが、決して口を荒らなかった。豪を煮やした、帝国軍は、デススターのテストと称して、故郷のオルデランを破壊し、岐阜のベールをはじめ体制の人々が虐殺されたが、戦術の SOS に応じた、ルークスカイウォーカー、オビワン、ハンソロの無謀とも言える救出活動により、窮地を脱して、反乱同盟軍に合流し、 モンモスマと共に反乱同盟軍を指揮した。やがてヤビンの戦いでのルーク、ソロの活躍によってデススターは破壊されたが、帝国軍はすかさず勢力を挽回し、逆に反乱同盟軍は窮地に立たされていた。苦しい戦いの中で、次第にレイアは、自分と正反対の境遇を過ごしてきたソロに思いを寄せるようになる。ホスの戦い後、 ルークを執拗に追跡したダースベイダーは、ベスピンのクラウドシティで、レイヤーたちを捕らえ、ルークを誘い出そうと企んだ。ソロはルークを皇帝に献上する際の実験台として、カーボン冷凍処理され、悪名高い賞金稼ぎのボバヘッドによってタトゥイーンのジャバザハットの元へと運ばれることになった。レイアとソロの旧友ランドカルリジアンは、ソロの追跡を断念し、 ミレニアムファルコンで脱出を図ったが、レイアはホースを通じて、ルークの心の叫びを聞くと、ランドに引き返すことを要求し、クラウドシティの下部にしがみつくルークを発見し救出する。一年後、レイアは、賞金稼ぎのブーシに噴して、ジャバの宮殿を訪れ、皆が寝静まった夜にソロを復活させる。一時的に視力を失ったソロは、怯えるが、ブーシの正体がレイアであることを知ると、 安堵に包まれるのだった。だが、ジャバは、レイアの計略を看破し、その一部始終を目撃していた。ソロは返済の遅れを必死に弁明するが、もはやジャバにとっては借金のことなどどうでもよくソロを、投獄、残されたレイアは、無理やりジャバの前に引き出される。私には強い味方がいます。こんなことして、後悔しますよ。と、精一杯強がってみせたが、もちろんそんな脅しが、 ジャバに通用するはずがない。レイアは金属製のビキニの奴隷衣装を着せられ、鎖でジャバに奴隷として囚われの身となってしまった。その後、ジェダイの騎士として大きく成長を遂げたリュークがジャバの宮殿に訪れ、ソロとレイアらの解放を要求するが、それを拒否したジャバはレイアを残して、ルークとソロを処刑しようとする。この時、ジャバの一番のお気に入りとして、 近くに置かれていたレアは、ルークが反撃を開始したことに合わせて、自分を拘束する鎖を利用して、ジャバを考察することに成功。ルークの活躍でその場にいたジャバらギャング一派は壊滅、ソロら仲間たちと共に脱出した。そして、エンドアでの決戦の前夜、彼女はルークから彼が自分の双子の兄であること、そして、ベーダーが実の父であることを告げられた。そして、 エンドアの拳銃ミーニホークを味方につけて、反乱同盟軍の大勝利に一役買った。エンドアの戦いでの勝利後は、ソロと結ばれ、息子、ベンを設ける。しかしベンは、ダークサイドへと引かれ、それを危惧した二人はベンに対して、レイアのジップで、彼にとっては祖父にあたるダースベーダーの存在を伏せ、ルークに息子を託す。その後ファーストオーダーの台頭を、 いち早く察知したレイアは心境は国元老院に、ファーストオーダーの危険性を訴えるが、元老院は取り合わず、そればかりかレイアの性的の作望により、ダース・ベイダーとの親子関係が暴露され、レイアは大多数の元老院議員による言われなき、避難を浴びることになった。一連の事態に失望したレイアは、かつての反乱同盟軍のメンバーや心境は国内で、 彼女の訴えに耳を貸した一部勢力と共に、レジスタンスを設立する。同じ頃、報道で、母の失脚と自身の祖父ダースベイガーの存在を知った、ベンは、母と同じく新共和国に失望したところを、ファーストオーダーの最高指導者スノークに誘惑され、ルークの弟子たちを殺害して、逃亡、自責の念に駆られたソロと、ルークもまた姿を消す。エンドアの戦いから30年後、 レイアは、レジスタンスの将軍となり、新共和国の目人と一部勢力による、援助のもとファーストオーダーへの監視活動の陣頭式を続けていた。レイアはルークに助力を求めるため、彼の居場所が記された地図を持つ旧ユーロを参鉄下の、元に、パイロットのポーダメロンを派遣する。ファーストオーダーに囚われるも脱出したポーと合流した、あとは、惑星、タコダナにおいて、 ファーストオーダーと交戦。そこで、ソロ、中爆下と再会する。その後、レジスタンスの本拠地がある、惑星ディカーに移動し、惑星破壊兵器、スターキラーの攻略作戦を立てる。出撃の間際ソロは彼女に、ベンを必ず連れ戻す、と約束する。レイアは、ディカーに残り、スターキラー基地攻略部隊の指揮を取るが、ソロが、 カイロレンと化したベンに殺害されたことをホースで感じ取る。スター・アキラー・基地の破壊に成功した後は帰還した中爆化、そして新たなホースの観王者であるレイと共にソロの死を悲しみ、所在が明らかとなったルークに会うためミレニアム・ファルコンで飛び立つ二人を見送るのだった。生死とは異なるパラレルワールド扱いである、レジェンズでの活躍を述べる。銀河帝国崩壊後、 新たに樹立された、新共和国の二代目元首となる。プライベートで、ソロと5年間の交際期間を経た後に結婚して、レイアーオーガナソロと名前を変える。結婚当初は、ジップのようにダークサイドに落ちることを恐れ子供を作る、ことを躊躇していたが、タトゥインゴーストでソロによる、君の親父さんは皇帝を倒し銀河を救ったという、言葉に本意しに何一条も設ける。長女のジェーナ。 長男のジェイセン、次男のアナキンは、後に、同世代のジェダイたちのリーダー的存在となる。また、ルークから、フォースの手ほどきを受け自分のライトセーバーを持つように、なるが、政治家として、多忙を極め育児に携わることができないほどであり、訓練を終えることができずにいた。しかし、エンドアの戦いより30年後には子供たちが、成人し、レイア自身も政治家を引退したことから、 本格的な訓練を始め一人前のジェダイとなった。レイアのマスターはルークではなく、バラベル人のサーバセバ隊員が務めた。スピンオフ小説、ダークネスと三部作では、ルークは36年後に R2D2 の封印されていた記録データから実母、パドメのことを知ることになる。レイアはそれにより、ナブルのネーベリーや出身の元老院議員と自分が十姉妹同士であったことも知った。 ダークサイドに落ちシスの暗黒鏡となったジェイセンが、倒された後、その娘アラナソロを引き取り幼女とする。スター・ウォーズ・セレブレーションにて、奴隷にされた時のレイア姫のコスプレをする人々。現在、オフィシャルの声優は、高島柄だが、高島の華麗による性質の変化により、旧三部作のレイアが登場する近年の媒体は、川正美雪が代演している。 スターウォーズキャラクターランキングベスト502018年度改訂版ライブドアニューススターウォーズギャラ事情が判明ハリソン・フォードだけ桁違いシネマトゥデー2021年5月15日閲覧ありがとうございます